宇喜多秀家。豊臣政権下では20代の若さで御大老に任じられ、57万石町を有する超有力大名だった。はっはっは、将来安泰かに思えた宇喜多家だったが、関ヶ原の戦いに敗北したことで地位と名誉を失い、ぐふ、そして島流しにされる。八丈島に島流しね。は、八丈島。江戸から南に300キロ、当時の八丈島は鳥も通わぬと言われるような絶海の孤島だった。宇喜多秀家は息子と少ない従者を連れて八丈島へと流された。ちなみに秀家が八丈島への流刑者第1号である。俺はこの島でどう生きていけばいいのだ。大名から流人への転落、まだ34歳だった秀家の落胆は計り知れない。そんな秀家に待ち受けていたのは八丈島での厳しい生活だった。腹が減った。特に食料面で困窮していた様子が伝わっている。米が食いてえ。当時の八丈島では稲作ができず、米の収穫ができなかった。そのため冷えや泡などの雑穀や魚介類や山菜を食べていたという。米を腹いっぱい食えたら死んでもいい。島での生活に馴染めず病気になったという話も残る。ただ妻郷姫や旧家臣からの仕送りがあったため、一般の流人に比べればまだ余裕があったようである。一般の流人、俺の方が大変だぞ、贅沢言うな。しかしそれでも慣れない離島での生活は厳しいものがあった。秀家の困窮を物語るエピソードを2つ紹介する。チャプター1、福島正則の酒を飲む秀家。秀家が八丈島に流されてしばらく経った頃のこと。福島正則の家臣の船が八丈島に漂着する。ありゃあ、えらいことになってしもた。おーい、大丈夫か。お、いや、船が難破しちゃって困ったよ。現地の人かな。ありゃあ、災難だったな。そうなんだよ、早く酒を届けないといけないのに。おう、積みには酒か、飲ませてくれ。え、いやいや、主君の酒だから勝手に飲ませるわけにはいかねえよ。そうだな、取り乱してすまない。久しぶりに故郷の酒を飲みたくなってな。ん？あなたはもしかして宇喜多秀家様ですか。ああ、やはり。栄華を誇った宇喜多家の当主様が今はこんな状況だなんて、好きなだけ飲んでくれ。お、秀家の境遇を哀れに思った正則の家臣は酒を分けたという。帰国後、すみません、無断で酒を分けてしまいました。家臣は正則に敬意を話し謝罪した。謝る必要はない、お前の判断は間違っていない。お、報告を受けた福島正則は家臣を罰することはなく逆に褒めたという。宇喜多殿、どうかお元気で。関ヶ原の戦いの時、福島正則は東軍に着いたが、もともとは豊臣家に恩のある武将である。そのため西軍に属した秀家に対して思うところがあったのかもしれない。チャプター2、テイクアウトする秀家。ある時秀家は島の代官の家に食事に招かれたことがあった。宇喜多様、どうぞ遠慮なく食べてください。なんと豪華な食事。秀家は罪人ではあったが、その身分の高さから島では客人扱いされていたという。どうされました宇喜多様。そい、宇喜多様。そう、宇喜多様。テイクアウトさせていただく。この食事は家族にも食べさせてやりたい。宇喜多様、これも持って行ってください。かたじけない。代官はあまりの不憫さに家族用の食事を用意して秀家に渡したという。困窮することもあったが、本土からの仕送りや島民の協力もあって、秀家は島での暮らしに順応していく。島に流されてから約50年後、秀家はこの世を去る。享年84、大往生だった。時代は徳川幕府第4代将軍家綱の治世に入っており、関ヶ原の戦いの当事者として生きていたのは秀家だけだったという。島での開放的な生活が肌にあったのか、粗食が功を奏したのか、秀家は長く生きた。チャプター3、その後の宇喜多家。秀家の息子は島で妻をめとり子供を残した。
いつの間にか浮田家は12の家にまで膨らみ、やがて流人たちを管理する流人頭まで務めたという。秀家の子孫はその後も八丈島で続いていく。秀家が八丈島に流されてから約260年後、江戸幕府が終焉を迎え明治時代に入った頃、浮田氏は赦免されて本土に戻ることが許される。なんか俺たち許されたっぽいぞ。え、マジで？こうして秀家の子孫は本土に渡る。その身分は平民であった。ここが江戸か。なんかいろいろすげえな。八丈島と明治時代の江戸の町、文化の違いに戸惑うことは多かったはずである。俺ここでやってくの無理かも。え？本土に根付く者もいれば、本土での暮らしに馴染めず八丈島に戻る者もいたという。こうして浮田家は本土と八丈島二つの地で続くことになるのであった。この動画とは別に、浮田秀家の生涯、妻郷姫の生涯も公開しているので、興味あれば見てみてください。今日の名言。歩き疲れ佇むと浮かんでくるふるさとの町、丘をまく坂の道、そんな僕を叱っている。カントリーロードの歌詞より。次回の日本史漫画は戦国時代に生きた農民の一日。ご視聴ありがとうございました。この動画が良いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。次回も見ていただけると嬉しいです。またね。